日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらファミリーマートのネギ塩チキンステーキ弁当、そしてラノワイオというメーカーとコラボした可愛い猫ちゃんチョコレートを食べたいと思います。可愛くて幸せにしてくれそうなチョコレートですね。ネギ塩チキンステーキも美味しくてきっと幸せにしてくれそうな、そんな気がします。それでは早速ネギ塩チキンから食べていきたいと思います。いただきます。ネギ塩と聞くと、なんか焼き鳥みたいな響きになりますけど、それとはまた違ったじゅわっとした味わいがありますね。一方でチキンの旨味もぐわっときます。さらにその後控えていたジョセフィーニャちゃんが見た目の可愛さと甘くとろけるような味わいで私を癒してくれる。チキンとチョコで幸せになれると本当に嬉しいですね。またこうした出会いがあることを祈りつつパクパクと食べ進めていきましょうか。チキンとどのようなチョコが中に入っていたのかはこの後詳しく説明しますね。それでは。王様でした。最初に食べたネギ塩チキンステーキはチキンの旨味が噛んだ瞬間にじわっと広がってきて、だけどネギ塩でさっぱりさせてくれない、意外とあっさりパクパクと食べ進めることができました。チキンがお好きなのであればぜひ食べてほしいお弁当だと思いました。で、そしてこちらの可愛い猫ちゃんチョコレート、ジョセフィーニャ8と書いてますね。まあ8は8種類、ジョセフィーニャ、ジョセフィーヌあたりからもじったものでしょう。さまざまなチョコレートが入っていて、時々ザクザクと音がしたり甘酸っぱさが広がってきたり、そして見た目の可愛さで癒される癒し系のチョコレートですね。癒し系ゆえなのか苦味はあまりなくてかなり甘めの味付けになりました。なのであなたが甘いチョコレートと可愛さで癒されたいのであればジョセフィーナちゃんぜひ食べてあげてくださいね。というわけで今回はどちらも美味しかったんですけど、やっぱり見た目の可愛さもあるかなということでジョセフィーナちゃんを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。